今回のターゲットは東京ヴェルディの三浦篤弘です。今日はいい球が蹴れるように頑張りたいと思います。東京ヴェルディ1969三浦篤弘、その実力はジーコ監督も認め、代表でも力を発揮。右足から放たれるボールは予測不可能な動きを見せる。代表で同じピッチに立つ稲本選手もそのフリーキックについてこう語る。一番すごいのは三浦篤さんがすごい変化しますよ。ブワーッつって。果たして一体どんなキックを見せてくれるのか。どういう種類のフリーキックっていうのが一番得意なんですか。まあボールが落ちる、こうドライブするようなボールは結構得意ですけどね。ボールが縦に落ちる、その変化が大きく見られたのがこちら。確かに壁の真上を越え急降下しながらゴールに突き刺さっている。ということで今回は先ほどと同じ状況を作り、壁の真上から決める落ちるボールを徹底研究。その瞬間を捉えるカメラはなんと12台。果たしてどんな衝撃が映っているのか。それではよろしくお願いします。おお、落ちた。見事壁の真上を越えゴールへと突き刺さったこのボール、よく見ると縦回転がかかっているが、一体どのように蹴ったのだろう。基本的にカーブの場合っていうのは、はい、この先の部分でこう蹴りますよね、はい、こう横回転でするんですけど、はいはい、僕の場合はもうちょっと手前の方で、こうじゃなくてこういうイメージなんですよ。下からこう上にこう擦る、こういうイメージなんです。下から上に擦る、これが落ちるボールのポイントだというが、果たしてその瞬間はどうなっているのか。高速カメラを見てみると足首はフラットになり、やはりボールを下から上に擦り上げているイメージだということがわかる。これを前回研究した曲げるボールを蹴るピクシーと比較してみると、ボールの下に足を入れ巻き込むように蹴るピクシーに対し、三浦選手は擦り上げて前回転を与えているためボールの真ん中を蹴っていることが判明。さらに振り抜いた足はピクシーはカーブをかけるため内側に巻き込んでいるが、三浦選手は足を擦り上げたことによってまっすぐ振り抜かれていたのだ。こうして擦り上げて前回転を与えられたボールは壁のはるか上を越えたと思いきや突然急降下。壁の上から突如現れてくるこのボール、キーパーにとっては作った壁がブラインドとなってしまうのだ。このボールを運動力学を専門とする浅井助教授にも研究してもらった。正直私もこの映像を分析してみて、プレスキックをこのような回転できる選手を初めて見ました。普通ボールの上を蹴りますとボールは下に飛ぶことになるわけですけども、三浦選手の場合はボールの上を蹴りながら同時に押し出す力を働かせて壁の上を越えて落ちるボールになるわけです。このようなひねりの多い動作は内転筋の働きが重要になります。三浦選手は内転筋というひねる筋肉をうまく使うことでボールを押し出す力と回転させることをうまく合わせてこのようなボールを生み出しているのです。足を持ち上げそしてひねる動作を生む内転筋、その強さが落ちるボールの秘密だったのだ。そして三浦選手にはさらにもう一つとんでもない変化をするキックがあるという。果たしてそれは。まあ最近やっとこう蹴れるようになってきたんですけど、なんかちょっとボールがこう揺れるような。三浦選手が揺れると表現した魔法のキック、そのボールが実戦で見られたのがこちらである。キャッチできる位置にいたキーパーだが一瞬変化したのか、なぜかボールは手をすり抜けゴールに吸い込まれた。一体これは。こちらも同じ状況を作り揺れるボールを徹底研究。それではアツボールお願いします。さあスタートを切った。おお、ボールが回転してない。驚くことにボールは全く回転せず、そして確かに揺れながらゴールへと突き刺さった。一体どのように蹴っているのだろう。蹴ってるポイントはこの辺ですね。やっぱり無回転のボールを蹴り出した箇所はインフロントよりもやや上。そして足の入り方ってのはどういう風に入ってくるんですか。入り方はですね、
先ほどよりもちょっと直進に入るんですよね、まっすぐ、はい、はい、入ってこう入った時に、はい、外にこうするんじゃなくて、これを気持ちこう前にこう押すようなイメージなんですよ、まあ、でも本当コンマ何秒か分からないんですけど、自分の感覚の中では、はい、やっぱインパクトした瞬間にキュッとちょっと押すようなイメージなんです。インパクトの瞬間にボールを押す、その意味が明らかとなる瞬間を高速カメラが捉えていた。軸足をボールより前に置き、体も前傾姿勢、そして確かにボールを前に押し出しているイメージで蹴っていることがわかる。こちらはピクシーが以前教えてくれた地を這うような弾丸シュート。その蹴り方とインパクトを比較してみると、ボールを蹴り出した瞬間は同時だが、ピクシーが巣が離れているのに対し、三浦選手の足の方が長くボールに触れていることが判明。シュートが壁を巻いてくると予測したキーパーは重心を自分の右側に移動、しかし無回転のボールは完全に逆サイドを突き、揺れながらネットに突き刺さった。壁を越えた時点でもボールはまだ無回転、しかしその直後、急激な変化を伴って落ちたボールは何者にも触られることなくゴールに突き刺さったのである。なぜこのような無回転のボールを蹴ることができるのか、浅井助教授はこう語る。このフリーキックは三浦選手の素晴らしいインパクトセンスとボールの特性によって生み出されたものです。このボールのインパクトではボールの中心を捉えることとそこを押し出すことが重要になってきます。これによってボールが押し出されて回転なく飛ぶということです。それでは一体なぜボールは揺れるのだろうか。ボールの中心を捉えて押し出すような形で無回転のボールになりますと、ボール表面の凸凹を流れる空気の影響で上下左右に揺れることになります。マシンを捉え、そして無回転のまま押し出されたボールはそのボール自体が生み出す空気抵抗によって揺れていたのだ。これが三浦選手の揺れるボールの秘密だったのだ。まあ皆さんもいろんなボールを練習して、それで自分でやっぱり身につけるってことがすごい大事だと思います。やっぱりいろんなボールを蹴れればそれだけ楽しみっていうのが増えてくるので、時間がある時にでも一生懸命練習して自分でいろんなボールを蹴れるような選手になってもらいたいと思います。頑張ってください。